はい、皆さんこんにちは。今日の社会の授業は緯度と経度とさまざまな図法っていう、題名でやっていこうと思います。まずこの地図を見て気づくことありますか？はい、少し考えてみてください。あ、どうぞ。例えばその表あるじゃないですか、うん、地図その左下の2010年1月現在ってところが、うん、ちょっと古い。ああ、確かに、ね、まあ、でもそれはちょっと取ってくるなんかそのフリー使いにがちょっともしかなかったんだよね。他なんかありますか？はい。日本が中心。日本が中心ではないっすね、これね。はい、質問です。はい。このマップって、本当にその国の大きさって正しいんですか、これ？それはちょっと後で解説しますね。次。はい。で、気づいて欲しかったのは、その、日本が世界地図の中心ではないことと、世界地図の至るところに線が引いてある。ちょっと見づらいんだけど、こういうところに細かく引いてあります。で、その、待って、ここの中心にこのオレンジで引いてあるのが赤道といって、赤道っていうのは0度の経度を結んだ線で、これより北90度は北緯。南90度はないと言います。で、緯度っていうのは、その、赤道中心南北に90度ずつ分かれています。はい、次は、経線というものです。じゃあ、そう、経線というものです。で、この黒く引いてあるのが、黒くじゃない、水色で引いてあるのが、経度0度の本州線というものです。本州線というのは、経度0度の線、イギリスの旧グリーンウィッジ天文台を通ります。で、この線を基準として、世界地という、世界各国の標準時の基準となっています。で、経度というのは、経度0度を基準として、地球を東西に180度ずつ分ける角度です。はい、突然ですが、またクイズです。世界地図は何と思いますか？世界地図っていう言葉を、説明してください。ヒントは、地球は球体で、地図は平面で表されるということです。むずいかな？まあ、むずいよね。じゃあ、次のスライドいきますね。世界地図っていうのは、地球はその、球体であるため、その面積とか方位とか距離、形っていうのを、その、平面で正確に表すことができないんだよね、っていう問題を書いている。なので、面積、方位、角度のいずれかを正しく表す地図が考えられた。ということで、じゃあそれぞれその正しく表された地図について見ていきましょう。まずは、メルカトル図法というものです。メルカトル図法というのは、地球表面の角度が正しく表示された図法です。で、経緯と、すいません、緯度と経線が直角に交わっているのが特徴です。しかし、高緯度になるほど、面積と距離が拡大され、大きく見えます。でも、経線の幅は変わらないので、高緯度などとして利用されています。次は、モルワイデ図法。これは、面積を正しく表した図法です。経線は、高緯度になるほど、間隔は狭くなっているので、距離は正確ではありません。そして、緯線はその高緯度になるほど間隔が狭くなっているので距離は確かありません。そして経線は楕円曲線と楕円形を描いており、その面積を正しく表示する歪みを抑えています。で、そしてこのモルワイデ図法は面積が正確なので分布図などに使えています。次は、正距方位図法です。この図法というのは、中心ととある一点を結んだ直線が、中心からの距離と方位を正しく表している図法です。中心の都市からメインの都市まで最短距離を求めることができるので、飛行機とかの航路図として、利用されています。ご視聴ありがとうございました。